さんこんにちは、リコです。いつもターン動画を見てくださってありがとうございます。今日はアチチュードターンを説明したいと思います。アチチュードターンは、少し足を曲げて、華やかに回るターンなんですけれども、出してからプリエで4番で踏みながらですね、こう伸びてですね回っていくターンなんですけれども、その時に、出して、4番からこう伸びる時にですね、この足が、内股の人ですとこうバナナのようにこういう風になってしまって短く見えることがよくあります。それから手がですね長く伸びていきたいのですけども、少し足が気になってこういう風になってちょっとお猿さんのようになってしまうことがありますので、長くですねエンドレスで伸びていくような気持ちが大切です。それで足がですねなるべく元気よく上を向いていくようなアンディオールを意識して、お尻を締めて伸ばすとバナナにならないように足が向きますので、そういうところを気をつけてやってみてください。そしてあまりにも曲げますとですね短く見えてしまいますので、もう初心者はたくさんきちんと伸ばしても曲げて見えますから、もうあまり曲げるというような気持ちにならないで、そのまま伸ばしてつま先をしっかり伸ばすっていうようなことが大切だと思います。それからですね、出してから上に、そうですね、おでこの上がいいっていうふうに、こういうふうにそっくり返ってしまう、体が柔らかい人はちょっとそっくり返ってしまうこともありますので、おでこの前っていうふうに言うこともあると思います。そこへ向かってルルベアップしてみてください。やはり片足のターンですので、足が強くなっていかないと立った時にフラフラして、1周2周とこう丈夫になればなるほど回れますので、チャレンジしてみてください。それから、バレエではランメルセという名前がついています。まず8番方向を向いてですね、5番で立ってターンジをします。ターンジをして踏み込んで、ここですね、ここで、バナナになってないか、いろいろこういうポーズがプリエした時にできるといいと思います。出して踏み込んでルルベアップ、これが、バレエのランベルセです。ちょっとこれにターンをつけて1、2、3と振り返るような気持ちで回ります。そうですね、アチチュードターンはとても華やかに見えますので、手は大きくいっぱいに可動域を広く見せて回ってください。ターンにつなげてやってみます。このようにターンの後につなげてみたりするととても素敵に見えますので、皆さんもチャレンジしてみてください。以上です。